今回この浪人 4D を使って何か作品をというオファーをいただき、まあいろいろ考えていた中、アクションでやっぱり最大に活かせるんじゃないかなと思い、今回の企画にしました。浪人 4D はですね、普通今までのカメラを作ってきたメーカーではあまり来れなかったんじゃないかっていうデザインだと最初に見た時に思いました。ここまでのチャレンジングなデザインというか、またそれをバックアップする技術力っていうものがなかなか普通のカメラメーカーにはないんじゃないかなとちょっと思います。気軽にパッと撮って撮れるっていうものが、もっとこうプロの世界のカメラにも、まあその技術がどんどん入ってくればいいなとは思っていたので、全てこうしっかり構えて撮るっていうこともできるし、やっぱりこうもっと気軽に撮るっていう感覚で使うこともできるっていうカメラのいいとこ取りなところでこう出てきたんじゃないかなと。今まで手持ちだったりカメラを移動させる時っていうのは、全てやっぱり揺れをどう解消するかっていうことがメインだったと思うんですね。やっぱり手持ちにしても自分の足の動かし方、グリップの持ち方、レンズサイズ、全てにおいてこう気にして、この揺れをどのぐらいまで抑えるかっていうことを考えてたんですけども、このカメラはなんかもう本当そこら辺を全部放り投げて、もういいぐらいこう掴んで撮りたいものに向けて撮りたい高さに持っていくっていうことが自由自在にできるっていうのはものすごい楽しかったですね。Z 軸っていうものがカメラにまずついてるってこと自体が今まで体験したことがないので、それを自分の腕がずっとやっていたことを突然持ってるだけでやってくれるっていう感覚に最初慣れるのにすごく戸惑いましたけれども、慣れてくると本当に信頼してそのまま、自分は歩きとか移動を気にしてあまりこうカメラの揺れっていうものを気にしないで動けるっていうのは、また新しい感覚だなとは思いましたね。手持ちでやっぱり追っかけるわけなんで、人をこうフレームの中に絶対に収めておきたいという時に、まあ足場を気にするのかフレームを気にするのかっていう場面の時とかに、やっぱりそのトラックにある程度任せておいて足場を気にすることもできるとか、そういう使い方補ってくれるというか、自分のやれないだろうなと思うようなその部分をちゃんと補ってくれるんじゃないかなと思います。ライダーウェイフォームっていうのはやっぱりすごく画期的だと思っていて、物を上から見てる状態みたいなことになるので、そして自分が置いてあるフォーカスがどの位置にあるかっていうのも同時に示してくれるので、フォーカスしたいところに本当にそれを動かしていくっていう単純なその作業に、でフォーカスが合ってしまうっていうのは、なかなかあまり見たことがなかったので、初心者も使いやすいと思いますし、またプロのフォーカスマンもこの方法にさえ慣れてくればかなりうまく活用していけるんじゃないかと思います。今回 AMF を使ったカットはですね、主人公の女性を後ろからずっと追っかけていって、そこから左にずれて奥に現れた敵にフォーカスを送るという、そのカットの時に使いました。最初は歩いてオートフォーカスに任せて、で奥に送らなきゃいけない時だけ自分の右手でスッと送りたいところに送れる、そしてまた手前にフォーカスを戻したい時はただ離せば勝手に戻って手前のフォーカスに戻ってくれるので、本当に使いやすく使用することができました。浪人 4D が与える業界への影響っていうのはかなり大きいんではないかなと思っています。やっぱりチャレンジングしていく段階の人たちにとっても優しいカメラだと思います。ハイバジェットで見たこういうカットを撮りたいと思っても、やっぱり機材だったり、いろんな面でそれが可能でないっていうことが多いんですけれども、やっぱこれはもうそこを乗り越えてってくれというか、それを乗り越えさせてくれるツールの一つになっていくなっていうのはもう感じますね。やっぱりこうデジタル化と同じで、今度はこう動きの革命というか、そういうものが来たなっていう気は、しますね。